エルシオール、まもなく戦闘中域に入ります。はい、いつでも発進できます。こっちも準備完了。行くわよ、ミルフィ。うん、ランファ。データを拝見いたしました。現在のところ商船団の被害は軽微ですが、このままでは持ちませんわ。ブラマーシュの船は足はそれなりに速いですが、所詮は民間船です。積み荷も心配ですし、早く救助に向かいましょう。いや、ちょいとお待ち。補給も大事だけど、無理に戦ってエルシオールが落とされたら元も子もない。ここはエルシオールの護衛に何機か残しておいた方がいいんじゃないかい？了解ですわ。ありがとうございます。了解。これが我々と敵艦隊、そしてブラマン首相会の船団の位置だ。我々が今いるのはここ。我々から見て小惑星を挟んだ反対側に小船団がいる。一方、敵は小船団を攻撃している集団と、我々の近くにいるこの集団とに分かれている。敵の編成は駆逐艦と巡洋艦だ。もう一度作戦内容を確認するか。了解。では参りましょう、皆さん。ああ、脅させやしないよ。あの商船には私の注文した弾薬がたんまり積んであるんだ。私の小麦粉が、シナモンパウダーが、早く助けないとみんな燃やされちゃう。私のシャンプー、新しい靴、女の子に不自由な生活させようだなんて許せないわ。君たち商船の民間人も守ってね。Thank you.
攻撃を回避しました。敵の攻撃は大したことないわね。初めて平和の丸型に失敗しましたが、目標撃破。攻撃を受けた。大丈夫、かすり傷。敵の攻撃は大したことないわね。簡単に受けちゃったわ。トリックマスター被弾しました。まだ何とかなりますわ。攻撃失敗しちゃった。でもこんなこともあるわよね。平和が乱れたという考えではありません。さあ、被弾しました。わかったわ、タクト。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。ラッキースター、攻撃を回避しました。命中。意外と効いたようですよね。よかったですわ。ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。うまくいきました。命中です。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。攻撃回避しましたわ。ダメージがございません。オッケー、任せといて。なんとか避けられましたわ。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。トリックマスター、了解ですか。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。了解。壊れてしまった。攻撃がかわされたよ。了解しましたわ。これより行動を開始します。ドハーベスター、目標の修理を完了しました。逃しませんよ。お行きなさい、フライヤーたち。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。かなりの被害を与えられましたわ。意外と脆いですわね。命中、攻撃に成功しました。はい、わかりましたわ。こちらの攻撃は当たりません。狙いがそれましたわ。私としたことが。3番機、敵を撃墜しましたわ。
オッケー、任せといて。効果的なダメージを与えられました。一応です。次に外しませんけど。よーし、かわした。みんな、私の華麗な舞を。攻撃を回避。攻撃、外れちゃった。何枚、もう一度。当たったか。さあ、次行くよ。わかったわ、タクト。トリックマスター、攻撃を回避いたしました。あ、タクトさん、私見えてますか？今の絶妙な攻撃が当たってないの？目標撃墜したわ。もう絶好調ね。オッケー、任せといて。ラッキースター、攻撃を回避しました。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。私の攻撃を回避した。私も可能な時の力になりますが、栄養の日々を取り戻すために。5番機の攻撃外れました。ハーベス攻撃外れました。タクトさんの視線があるから手が抜けませんわね。冗談ですよ。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。被弾しました。なんかおなかをご覧になるのも結構ですが、よろしくお願いしますね。敵艦隊撃破しました。よし、なんとか勝てたな。すまないが、紋章機は引き続き被害を受けた船の救助に当たってくれ。司令官殿、なかなかやるじゃないか。商船団の救出を優先しながらもエルシオールを無傷で守り抜くなんて。どんな状況であっても自分に課せられた仕事はきっちり果たす。大したもんだよ。ブラマンシュ商会より物資に被害は出ていないと連絡を受けました。乗組員も全員無事だそうです。それでは滞りなく物資の補給ができそうですわね。安心しましたわ。よかった。お料理の材料が燃えちゃうかと思ってハラハラしちゃった。やった、これで安心してシャワーが使えるわ。乗組員の方々が無事で何よりです。私の弾薬、司令官殿、いい指揮ぶりだったよ。司令、商船団の代表者から通信が入っています。お助けいただきありがとうございました。なんとお礼を申し上げてよいやら。もしや先ほどご連絡をくださったお客様ですか？承知いたしております。この度はブラマン商会をご利用いただきありがとうございます。もちろんでございますとも。お客様は神様です。はい、時につかぬことをお伺いしますが、先ほどの青い戦闘機のパイロットはどなた様でしょうか？もしや。やはり。それはもう喜んでご連絡させていただきます。ダルノ・ブラマンシュ会長、いやミント様のお父様もさぞお喜びになるでしょう。これで私の昇進だ。いえいえいえ、何でもございません。いや、とにかくご無事で何よりです。それでは早速ですが、そちらの船へお取引のご案内に伺わせていただきます。おいおい、まだそっちの船の救助作業中だぞ。なのにもう商談を始める気か？
承知いたしました。そちら様のご準備が整い次第すぐに参りますので、いつでもお申し付けくださいませ。あら、組織においてはそれほど珍しい人種ではありませんわ。幸いこのエルシオールには少ないようですが。本当にその通りでしたら良いのですけれど。いえ、何も。更新を終了いたしますわ。救出作業、無事に完了しました。もうクタクタよ。早くシャワー浴びてすっきりしたい。補給で手に入った新しいシャンプーが早速役に立つわ。じゃあね。はい。ミントさんは先に出て行かれたはずです。ミントさんがですか？フォルテさんは？そうですか。いえ、別に。あまり気になさらない方が。はい、その方がミントさんにとっても良いことだと思います。それでは私はこれで。タクトさん、どうなさいましたの？そうですわね。そこまでおっしゃられるのでしたら仕方ありませんわね。私にできることでしたらお手伝いいたします。いえ、お気になさらないでください。はい、何でしょうか？私が憂鬱そうだった。ラクトさん、それはきっと目の錯覚ですわ。ことをおっしゃいますのね。私は普段通りですわよ。身長でも伸びたのでしょうか。不思議ですわね。タクトさんの方こそ様子がおかしいのではありませんか。疲労が溜まっていらっしゃるとか。マイヤーズ司令、司令官室にお戻りください。ブラマンシュ商会のヴィンセント部長がお見えになりました。まあ大変、先方を待たせては失礼ですわ。急いでくださいな、マイヤーズ司令。でしたら私がせかさずとも急いでくださいな。
ああ、お待ちしておりました。ブラマンス商会をご利用いただきありがとうございます。ああ、ミント様、よくぞご無事で。我々トルミナ政経外商営業部社員一同、お嬢様のご無事を知って感涙にむせんでおりますです。あらまあ、そうですの。私はこの日をどれだけ待ち望んだことか。これから今日この日を我が部の記念日として毎年お祝いすることに決定いたしました。お祝い。おい、タクト、このおっさん信用できるのか。どうにもうさんくさいな。マイヤーズ様、私は深く感謝しております。素晴らしいお客様をお迎えできて光栄でございます。マイヤーズ様には我が営業部から心ばかりの贈り物をご用意いたしました。ぜひお受け取りください。セレブエグゼクティブ社製の最高級宇宙ヨットでございます。優雅なスペースセーリングをお楽しみください。いえいえいえ、ほんの気持ちでございます。ささ、どうぞお受け取りください。いえいえいえ、どうかお気になさらずに。いかがですか、こちら宇宙ヨットは。おお、それは残念です。それではこれなどいかがでしょう。惑星楽園の高級ゴルフ場の会員券でございます。しかも値上がりは確実。さようでございますか。それではこちらの絵画はいかがでしょうか。あの抽象ホログラム派の巨匠ピカールの作品でございます。お気に召しませんか。そうですか。では本日は特別にダルノ・ブラマンシュ著、みるみる金が集まる千の方法を知れば怖くない、全36巻もお付けいたしましょう。ヴィンセントさん、マイヤーズ司令はスムーズかつ十分な物資の補給を強く望んでおられるのですわ。おお、さすがはミッドお嬢様、有益なアドバイスありがとうございます。それでは早速商談と参りましょう。こちらが私たちが購入を希望する品目のリストですわ。これら全部でおいくらになりますか。はいはい、こちらでございますね。分かっております、分かっております。もちろん大幅に勉強させていただきますよ。はい、お見積もりいたしました。こちらの金額でいかがでしょう。今回は特別に超特大サービスをいたします。7割8割は当たり前、安値宇宙一の最終価格破壊セールでございます。しかしこの金額はどう考えたって仕入れ値を割り込んでるぞ。マイヤーズ様だけの特別ご優待セールですから問題はございません。あとはここにサインしていただければ。魅惑の商品の数々が破格のお値段であなた様のものになるのです。こんな素晴らしい機会はまたとありませんよ。
はい、かしこまりました。では他のお客様と同じマイヤーズ様だけの特別価格にて。はい、マイヤーズ様、今何とおっしゃいました？もう一度言っていただけませんか？なんですと？すみませんが、もう一度お聞かせくださいませ。マイヤーズ司令は法外な値引きは必要ないとおっしゃっているのですが。そんな、いや、でもそのようなことをしても全くもって得にはならないわけでして。はい、すでに用意してございますが、ヴィンセントさん、こちらの契約書を。本当によろしいのですか？それでは通常価格にて契約させていただきます。早速搬送作業に取り掛かりますので。どうぞお気をつけてお帰りくださいな。ミントお嬢様、会長も心配しておられます。マイヤーズ様、ミントお嬢様のことをくれぐれもよろしくお願いいたします。それでは私はこれで失礼します。補給は30分ほどで完了する予定ですので。はい、ダクトさん、私もこれで失礼いたしますが、運ばれてくる物資の整理を行いますので。いいえ、それでは失礼いたします。あの営業部長、見るからにがっかりしてたな。せっかくお嬢様に取り入るチャンスだったのに、パクトが付き合わないもんだから。黙ってサインしてりゃとんでもなく安く買えたものを。昔からお前は変なところで筋を通すよな。ああ、俺はブリッジに戻って補給の様子を見ているが、お前はどうする？わかった。補給が終わるまでは30分ほどかかるらしいな。それまではゆっくりしてきていいぞ。